たたら道を2月1日帯は、日本の声楽家、オペラ歌手、講演監督、指揮者、音楽教育者。香川県坂井出市に生まれる。香川県立坂井出高等学校卒業。1969年、東京芸術大学音楽学部声楽科卒業。1971年度、大学院修士課程音楽研究科修了。同年、 日本人による日本語の創作オペラを掲げた婚約座の結成に加わり、1972年まで所属。しかし、もっと発声の技術を磨きたいとの思いを募らせ、中山定一の下で一から勉強し直しましたという、1972年から1973年、ナオミ高等音楽院非常勤講師。中山の推薦で、1973年イタリアに、 留学後、2年半後に、西ドイツに移り、1975年から1977年、ハイデルベルク私立劇場専属歌手。1977年から1981年、ゲルゼンキルヒエン私立劇場専属歌手。ブリテン、夏の夜の夢、シーシアス、ワーグナー、タンホイザービーテロルフ、プッチーニ、ラ・ボエームショナール他を歌って活躍し、 欧州の国際的歌手と共演する等の経験を積む。伊藤渡る中山定一、エットレガンポガリアーニ、アール・ベリッツォーニ、エーブ・ルーマー、イーグルーマーニ指示。1983年、青島広志黄金の国フェレーラ、に機会若杉広志ワーグナー、ジーク・フリート・アルベリッヒ、新日本フィル・ハーモニー交響楽団と、小沢聖治・ベルク、ボツェックタイトルロール。 リヒャルト・シュトラウス、エレクトラ・ラオレスト、アサヒナ・タカシ・ワーグナー、ラインの黄金・アルベリヒ、神々の黄昏・ハーゲン等を歌った。その後も1988年サン・サーンス、サムソンとデリラ大祭司、ドビュッシー、ペレアスとメリザン・ド・ゴロー、モーツ・アルト、フィガロの結婚、フィガロ、文化村・モーツ・アルト、魔法の笛パッパゲーノ、ニキカイ、プッチーニ、蝶々夫人シャープレス等に出演。 フィンランドのサボンディンナオ音楽祭でも、蝶々夫人シャープレスを務めた。1991年に NHK、民音主催、ボルフガングサバリッシュ式、マテキ弁者では、男性歌手唯一の日本人歌手として出演した。その後も、ベルディ、リゴレット、1992年、モーツァルト、ドンジョバンニオザワセージ・ワーグナー、サマヨエル、オランダ人でいずれもタイトルロールを務め、 1996年に機械、ワーグナー、ワルキューレ・ボータン、2002年、モーツァルト、フィガロの結婚白爵、ベルギー王立、モネ劇場との共同制作、ワーグナー、ニュルンベルクのマイスタージンガー、ハンス・ザックス等を講演した。2004年、リハルト・シトラウス、インテル・メッツ・オ・シトルツ、2005年、チェムリンスキー、フィレンツェの悲劇シモーネを演じた。日本オペラにおいても、 石井館、今朝と森藤、清水治、年弘、修善寺物語など当たり役は多い。2012年西安と北京にて、ドンジョバンニレポレット、同年7月、英国にて、ブリテン、カーリュー・リバー旅人、2016年東京に機会、ライプツヒカ劇場との定型公演、リヒャルト・シトラウス、ナクソス島のアリアドネ・執事長など、活躍を続けている。 コンサート歌手としても、東京フィルハーモニー交響楽団、読売日本交響楽団、東京シティフィルハーモニック還元楽団を、はじめ国内主要オーケストラと、宗教的声楽作品のソリストとして、たびたび共演。朝日奈隆小沢誠治、若杉博飯森大二郎、大野和志などと共演してきた。特に、バッハ、ヨハネ樹南曲、マタイ樹南曲。 イエスの演奏では、第一人者と評されている。他にも、ヘンデル、メサイア、ハイドン、四天地創造、モーツアルト、レクイエム、ベートーベン、第九、ブラームス、ドイツレクイエム、ベルリ、レクイエム、ポーレ、レクイエム、マーラー、千人の公共曲、メンデルスゾーンのラトリオ、セーパウルス・パウルス等のソリストを務めている。また、2007年には、 東京芸術大学総学堂で、ドイツ歌曲の夕べのリサイタルを行うなど、歌曲も、レパートリーとしている。2003年からは、歌手としての枠組みを超え、海外で培った経験と、語学力を駆使し、公演監督として、キュンター・クレーマー、ベーター・コンビチュニーラ海外の著名な演出家と組み、同年の2機会、リヒャルト・シュトラウス、バラの騎士に続き、2007年、 ハンブルク州立歌劇場との共同制作、モーツァルト、皇帝、ティトの慈悲、2008年、チャイコフスキー、エフゲニーオーネーギンでもオペラ公演監督を務めている。2017年に機械創立65周年、バラの騎士、直近では2018年にも、ハンブルク州立歌劇場との共同制作ウェーバー、マダンロイテの公演監督を務めた。バッハ、 ヴバルディ等のバロック音楽にも深く取り組みを重ねており、2001年秋、佐々木正俊等と共に2機会バッハバロック研究会を発足させ、指揮者を務めている。コンサートを各年で開催しており、2018年には第8回目のコンサートが催された。音楽教育者としては、1982年から1983年、東京音楽大学非常勤講師、 東京芸術大学では1982年により非常勤講師を務め、1990年準教授、2000年教授となり、オペラ歌手人、声楽歌手人、芸術活動推進委員会委員長、演奏芸術センター長などを歴任。2015年定年大館。定年大館に再始動年3月に、大人記念演奏会が開催され、 文下生と BB 県のメンバーが一堂に会した。多数の文下生を育てており、定年当時の文下生は85名に上るという、著名な文下生に黒川和信、新見淳平、泉良平などがいる。2機会でも1982年から1990年、オペラステジディオ講師を務めている。他にも、地域文化振興にも取り組んでおり、 立林第九合唱団の音楽監督を務めているのをはじめ2018年12月にはか、川文化芸術祭2018アート喧嘩、川出身の名家主たちからと題して地元香川県のコンサートへも出演している。これまでのたたらの地元への貢献については文化庁から表彰が送られている。2020年現在、東京芸術大学名誉教授、 声学会の重鎮として第一線で活躍中である。ありがとうございます。